こんにちは、クリッカーノイです。アウディジャパンがアウディオンデマンドと呼ぶレンタルサービスを日本で開始するなど、レンタカーやカーシェアリングの多様なサービスが登場しています。所有からシェアへというのは、車が必要不可欠な地域ではピンときませんが、都市部ではレンタカーやカーシェアリングの活用がさらに進むのは間違いないでしょう。一方で、こうしたサービスにより車の利便性、魅力を知り所有したいというニーズが高まるという調査などもあるようです。6月21日、タイムズモビリティネットワークスは BMW と提携し、2018年7月に2シリーズグアンツアラー X1、X3 の3モデル計171台を全国に展開するタイムズカーレンタルへ追加導入すると発表しました。今回導入される3車種は、初めて BMW の車両をレンタルする利用者にも手が届きやすい価格設定が特徴で、2019年にはより多くの方が利用できるよう、 BMW の車両数を合計500台まで増加させる予定だそう。今回の BMW モデルの導入を記念し、タイムズカーレンタルではユーザーが BMW を体感できる下記2つのキャンペーンを実施します。 BMW スペシャルウィーク期間、2018年7月9日月曜日から7月13日金曜日の5日間。予約方法はタイムズカーレンタルウェブサイトより予約受付。キャンペーン内容、人気の BMWX1、 BMW2 シリーズクアンツアラーを対象に24時間5000円、カッコ税込みで利用可能。 BMW ドライブキャンペーン、6時間5500円から。期間、2018年7月17日火曜から10月31日水曜まで。一部キャンペーン除外日あり。予約方法はタイムズカーレンタルウェブサイトより予約受付。キャンペーン内容、街乗りに使いやすいコンパクト SAV の BMW X1 が6時間5500円、カット税込みから利用可能。